収穫率は 1% 未満。長崎県が日本一の生産量を誇る琵琶の産地、長崎市の茂木地区でハートの形をした奇跡の琵琶が完成し、出荷の時期を迎えました。取材した牛島光アナウンサーのリポートです。普賢岳を望む琵琶畑。長崎市茂木町の琵琶農家正味ガーデンでは、わせ琵琶、茂木琵琶、夏たよりを育てています。今月3年の月日を経て完成したのがハートの琵琶。収穫率は 1% 未満。1000個に1個しか実らず、袋を開けてみるまでハートの琵琶ができているかは分かりません。どうでしょう、ああこれあこれかな、これこうわかるかもしれんね。あこうあ乗ってますよ。なってるよね。こうだ、ハートにかわいい。よく見ると琵琶のお尻の部分が桃のようにくぼんでいます。どうやってハート型になるかというと、これはもう自然になるやつ。この実がね、まだちっちゃい頃についてるとね、その中からこう周りから見てここがへこんでるみたいな感じのやつがね、あるさね。それを見極めて恋がハートになるとじゃないかって残したのがこれ。2021年の収穫期に偶然ハート型の琵琶を発見し、正味ガーデン代表の坂本雄二さん夫婦と妹の本田恵子さん夫婦がハート型の琵琶の収穫量を増やせないかと3年間実証実験に取り組んできました。実は私、世界中の食べ物で一番琵琶が好きなんです。特別に貴重なハートの琵琶を試食させてもらいました。うわー、綺麗ですね。ですね。美しい色が、あーもう太陽の光でキラ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 しよう、キラキラしてます。向いてもしっかりハートうーん、うん、おーおいしい声にならないくらい甘いです。もう果汁が口いっぱいに広がって、ね、果肉が柔らかいですよね。柔らかいね、うんうん、もうほとんど水分っていう感じで、うもう幸せ幸せでもしたくする坂本さんの琵琶おいしいぞ。ラブ注入。品種は夏たより。糖度は13度以上の甘さで、実が大きく水分量が多いのが特徴です。ハートの琵琶は今年1月商標登録されていて、長崎を代表する特産品に育てることができればという期待も込められています。このハートの琵琶自体がもう特別ね、貴重なやつやけんが、特別な人にねこうプレゼントしたりとか、なんかそういう風な機会があればね。でももうほら一月ぐらいしかもうないけんね、まあ、琵琶をいっぱい食べてもらいたいね。ハートの琵琶は通常限定の贈答品を想定していて、今月から正味ガーデンのホームページで予約販売しています。 2L は8粒入りで税込み14,000円、 3L は6粒入りで16,000円、 4L は6粒入りで21,000円です。出荷はハートの琵琶が揃った時のみで、天候や発育状態に左右される可能性があるということです。美味しいハートの実ができました。